い、ということでどうも皆さんこんにちは、ボクシングです。ということで今回はですね、なんと見てください、じゃじゃーん、髪を切ってきました。最近私の髪をねバカにするねリスナーさんが増えてきまして、頭の上に乗ってるのは鳥の巣ですかとかね、タワシですかとかね、もう今日速攻切りに行ってきました。ということで今日はタワシとね、うん、鳥の巣卒業記念ということでレッツゴー。でちなみに今日もうね最近ゴースティングされすぎてムカついてるんで知恵入れてます。なんならこれもあります。はい、ゴースティング対策中。またゴースティングだよ。ゴースティングは皿洗いでもしてスパチャ渡せっていうね、ちょっと言葉が違うんだけどね、リスナーさんが作ってくれたんでこれも活用していこうかなと。ふざけてるだろ、たわしとかさ。本当にたわしだと思ってもたわしとか言うな。あと一番多かったのパーマかけたんですか。パーマかけてるわけないでしょ。もうクセっ毛なんでね、クリ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 しちゃうんですよ。やばっ、ゴースティング完全終了だからな、お前ら。もう終わり。君たちと遊ぶのは終わり。やりきった。てかさ、あれだよな、デッドプールの、なんかあの、ハンドガンみたいのが強いんだよ。なんか、攻撃力あんまないけど、なんか回復するから、あれでビクロイ取ってみたいんだよね。拾いに行こう。お、来た。ヒットな。C4 でやっていく。なんかいる。ここか。おいたいたいた。やべ。やばい。危ない。死ね。おい。うわぁ！よーし、じゃあ今度は、あれか、例のやつを取りに行こう。そう、あの伝説のデュアルハンドガンを取りに行こう。あれ、開幕からあの縛りをしたいな。あのデュアルハンドガンなんて名前か知らないけど、あれの縛りプレイがしたい。うわ、怪しい。OK。こいつら、オッケー。うわ、めちゃくちゃおる。おっと、あ、撃ってるやついる。あ、こいつこいつ、え、めっちゃ強い。オッケー、来た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 。これや、これが回復するんすよ。これを持ってれば、うわ、これを持ってれば回復するっていうね。おっと、オーケー、縛っていこう。おーし、いい縛りプレイになりそうだ。思いっきり縛ってないけどな。いるね。じゃあこいつをやるか。到着。オーケー、ナイス。火力いい感じ、めちゃくちゃ強い。なあこれ、できる限りこいつで縛っていきたい。うわ、オーケー、ナイスガフ。おい、おい、違う、しっかりと強い武器も取っていくといいね。いやでも普通に思ったんだけど、縛りプレイもすごい面白いじゃん。でもこのハンドガンって回復するためのハンドガンだと僕は思うのね。なら普通に戦って使ってもいいけど、でもポーションが3つあんだよな、そうなってくると。いや、方向性がブレてきた。うわ、いた、この人。危な、ちょっとポンプ使っちゃった。買うしかなかったんです。あ、やばいやばいやばい、違う武器使ってる。
ディディ、意外とギリギリ編集次第では縛れてんじゃないか。編集次第で縛れてる気がする。完璧。ナイス。大丈夫。殺すのがこれだから大丈夫。あ、この中にいるわ。一発。あぶね。ちょっと待って、あのさ、知らないやつ撃ってくるなよ。あぶねえな。あぶね。あお。全然縛れてないっていうな。どこにいるんだ。山に到着しました。さあ来い。やめろ。うお、危ない。いて。おい、全然縛れてないけど大丈夫か。飛んでくるかあいつ。オッケー、結構当たった。5ぐらい回復したんじゃない。お前のこと見てるよ。俺はいけねえ。いて、危ない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 。あ、死ぬ。ガチなんだよな。こんなだったっけフォートナイト。こんなんだったフォートナイトって。もっとなんかラフな感じじゃなかったっけ。こんなんだった。こんなんじゃない。ガチ勢めっちゃいるんだけど。時間帯の問題。あー、やばい。やばいよ、ポンプで頭。ミリポ拾った。グラップラーある。うわぁ。あれ。あぁマイコメス GG。 オーケー。いや、素晴らしい逆転劇でございました。ちょっとね、ネットブールのまあ縛りプレイとちょっとできなかったんですけど、まあまあ見事ね、まあ無理やりビーグルすることができました。いや、ギリギリだね。ほら、ギリギリ縛りでいいよね。みんないいよね、これ。いいよね、縛りだよね、縛りだよね。オーケー、ナイスワー。